友達がバイクを買った。どれを買うか悩んでる時点で。私は、バイクは何でもいいけど、ドラレコはつけた方がいい。って言ってたけど、友達は、バイクだからいらないし、高くなる。って拒否した。結局、当て逃げされただ、当たり屋にあっただって、愚痴ってきた。だから言ったのにって、内心思いながらも、ドラレコ、後付けできるよ。って言っても、かたくなにつけようとしなかった。それ以降も、事故を起こして、自分が悪くなっただとか、たまに愚痴を言ってくるけど。へえ、大変だね。でスルーしてる。なんで、かたくなにドラレコを嫌がるんだ？運転が荒いのか？友達が、バイクを買って半年もしてないくらいで、全壊して、自身も入院したらしい。それ自体は、バカだな。って内心思ってた程度だったんだが、自分が悪いことになった。ドラレコつけておけばよかった。もっと、私子が強く勧めてくれれば。って、周りにも、私にも直接言われた。カットアウトするのは当たり前なんだけど。最後っぺで、なんで他人の私に頼る？自業自得じゃないの？それがわからないって、脳がやられてる可能性が高いから、検査したら？あ、これも後になって。障害が出た。あの時、もっと、私子が検査受けるのを強く勧めてたら。って言い出すんだろうな。って煽ってカットアウトした。何人か、私が言い返した内容で逆にカットアウトされたけど、後悔はない。